では抽出をしていきたいと思います。はい、どういう風に抽出、温度は、温度は86度にしました。86度で抽出をしていきます。ペーパーはトラディショナルです。はい、はい、で、50中等して30秒蒸らしで待ちます。はい、その後50、50、50の中等で入れていきます。はい、回しますか回しませんか。回します。回します。はい、はい、お願いします。いくよ。はい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 、50ミリ注いで今から30秒まで待っていきます。香りのモカ、ルイジュ度 52%。 秀吉さん今やったみたい。ごめん。いいよいいよ。あの、本当はもうちょっとレシピってちょっとミスったらやり直したり僕らするんですけど、今回ライブなので生もののまま残しています。今何ミリですか？100ミリ。はい、はい、中東と中東の間は何秒ぐらいですか？待ってね。はい、3秒。はい、3秒間隔で中東していきます。動かさないで。はい、中等する湯の量は今見てもらってるような感じですね。 50g ずつなのはなぜなのですかね。500ml 中等とかになって 30g ずつやってると余裕で4本超えてくるんですよ。なので 500ml 以上になってきたら 50g ずつでいった方が、時間も適正なところに収まるし、味もこれでちゃんと取れます。ですので 500ml、600ml と抽出するときは50ミリずつというふうにうちはやってます。30ミリずつだとね、結構時間かかっちゃいますね。時間かかってちょっと嫌な味も出ちゃったりしちゃうので、できたらこう50ミリずつの中等でやっていただければ間違いないかなと思います。夏美店長は真剣勝負中ですね。いい膨らみ。ちょっとね、これ抽出の姿勢を見直さないといけないね、夏美店長。そう、刻みすぎて時間かかる。そうなんですよ、30で抽出するときは400ミリまでが限界かなと僕は思ってます。お、秀吉さん、香りのもか自分で入れたやつより甘い、 52% なのに。よかった、お役に立てたようなら何よりです。じゃあもう500が来るので外します。はいはい、抽出完了です。はい、抽出完了です。